1週間前、ロシア。ソチオリンピックへ思いを馳せる一人の青年。あと74日しかないんだっていう、なんかあっという間だなっていう、あ、もうそんな間近かっていう思いがありますね。頑張ります。フィギュアスケーター町田樹、23歳。今年グランプリシリーズ2連勝と日本勢で今最も勢いに乗る男。このオリンピックシーズン、強い思いを込めたプログラムで戦っている。町田樹スケート史上最高傑作、最高傑作ができたと思ってるし、そこに込められた思いとは。11月、町田の自宅を訪れると、ある特別なものを見せてくれた。まあ、僕がちょっと今シーズンずっとお守りにしているもので、これは何かっていうとですね、今年の1月1日の朝日新聞ですね。実はじゃじゃーん、火の鳥なんですよ。僕の火の鳥って、あのそれこそバレエの作品、バレエリュースとか、あと、まあ、ジョルジュ・ドンはじめモーリス・ベージャールの火の鳥だったりっていうのがモチーフになってるんですけど、あともう一つ手塚治虫先生の火の鳥ってすごくモチーフというかインスパイアされてて。火の鳥は町田が去年からフリーで使用している楽曲。昨シーズン、この火の鳥のプログラムでグランプリシリーズ初優勝を飾る。しかし、初めて出場したグランプリファイナルでは最下位。そして年末に行われた全日本選手権では9位と、シーズン前半の好調ぶりとは別人のような大失速。終わってみれば悔しさだけが残る1年となった。まあ、全日本大敗して毎回僕の火の鳥だったり僕の心っていうのも死を迎えてですね、まあ、新たにもう一回じゃあ火の鳥で、もう一回高く飛翔したいなという思いを決意した、その1月1日の新聞なので、とても縁を感じますね。まあ、一つのテーマが再生ということなので、ただ再生するんでは面白みがないというか、より力強く、よりたくましく、より神々しく、もう一回僕の火の鳥を飛翔させよう。そういう意味で4回転が必要だったので、火の鳥をさらに羽ばたかせようとした町田は、フリーに組み込む4回転を1本から2本に増やすという大きな決断を下す。転倒のリスクも増える中、高みを目指す思いが猛練習へと掻き立てた。迎えたグランプリシリーズ開幕戦のアメリカ大会、町田が演じた新たな火の鳥。まずその最初の4回転、決めた。もう一つ4回転を続けていきます。ここもなんとかこらえました。国際大会で初めて4回転を2本着氷させた。強さあふれる火の鳥になりました。素晴らしい。町田は世界歴代5位という高得点を叩き出し、開幕戦を優勝で飾った。この演技を目の当たりにしたライバルたちは、本当に町田選手すごいなって本気で思いましたね。もともと
魅力的な選手ではあるんですけど、ジャンプっていうところで力をつけてきているので、新たに取り入れた2本の4回転ジャンプは町田にとって欠かすことのできない武器となった。ところがアメリカ大会後の11月、町田は思わぬ不調に襲われる。ジャンプが飛べない。そこには一つの原因があった。こういう感じはやっぱ靴変えると、やっぱり全く同じ靴っていうのは作れないし、多少硬さだったりがやっぱ異なってくるので。実は続くロシア大会を前に、町田は靴を新たなものに変えていた。フィギュアスケーターの靴は消耗が激しく、町田の場合はおよそ2ヶ月で新調しなければいけないのだが、今年去年以上に過密スケジュールで、気づいたらちょっともう靴もこういう時期にしか変えられなくてっていうのがあって、自分の中で結構ピンチなんですけど靴のわずかな変化と町田の生命線であるジャンプの感覚を狂わせていた。そんな状況で迎えたロシア大会。ロシアといえば、去年のグランプリファイナルで惨敗を喫した因縁の地でもある。初日のショートプログラムを終えて2位。ちょっと点差あるんですけど、しっかり明日も優勝をしっかり目指して頑張っていきたいです。ロシアの観衆の前での火の鳥ですからね。そうですね、しっかり飛翔していきたいと思います。復調の兆しは見えなかったが、フリーを迎える町田にはこの試合に強い思いを抱く理由があった。ストラヴィンスキーが、バレエルーシュのために作った、火の鳥をここでここロシアでこう演じれるというのはとても幸せなことなので。火の鳥はロシアの作曲家ストラヴィンスキーがロシアのバレエ団バレエリュスのために作ったロシアで生まれた曲なのである。ロシアのオーディエンスの皆様に心を込めてお届けするという、それだけに集中して今大会は過ごしていきたいなと思います。そして迎えたフリー。火の鳥が生まれたこのロシアで、今新たな火の鳥が羽ばたこうとしていた。町田克樹、火の鳥。ロシアで生まれたストラヴィンスキー作曲のこの曲に乗って町田のフリーが始まります。最初は予定は4回転、2回転。いけー！一旦こらえた。次も予定は4回転。回り切った。そしてコンビネーションにした。トリプルフリップ、ダブルトーループ、ダブルループ。見事に予定通りの3連続。このロシアで飛翔したい、羽ばたきたいと昨日は話していた町田。トリプルサルコ。最後のジャンプも見事に決めました。
えらい強い気持ちで乗り切りました、ね、決して本調子ではなかったが、ここロシアで演じ切った町田、逆転でシリーズ2連勝を決めた。戦いを終えた町田は、このロシアで目にしておきたいものがあった。火の鳥がモチーフになってるっていうのは知ってたんだけど、素敵ですね。それはソチオリンピックの聖火リレーで使われたトーチ。なんとこのモチーフは火の鳥だったのだ。これは早速じゃあ待ち受けに。これを毎日見て頑張ります。ソチへ思いを馳せる町田の次なる戦いはグランプリファイナル、オリンピック代表選考もかかった大一番。今までの自分を超えたいと思います。スケートアメリカとこのロシアの自分をしっかり超えていきたいなと思います。強さを増した火の鳥が不死鳥のごとく飛翔する。